皆さんこんにちは、響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル、今日の担当はあいみです。はい、今日は、なんか10月の29日にインテックス大阪で行われるブシロード10周年祭り in 大阪で販売されるグッズの一部を紹介していきたいと思います。はい、ブシロード10周年祭り in 大阪ということで、東京バージョンは、この間ねありましたけれども、大阪バージョンは、まあ、いろんなイベントが一緒になってるよっていうね、バンガ祭とかバディ祭とかガルパーティーとかいろいろやりますよってことでね、じゃあそんなね、グッズをね紹介していきましょうかね。早速ね、今日はね大阪の話だからね、最初からね関西弁忘れてへんねんでだら行くで、まずはこちらやで、まずはっていうか一つやで、こちらPR カード&サプライセット、マスカレードマスターハリー、そして夜原の海賊王ナイトローゼ、わー、これはあのヴァンガードの商品なんですけれども、まあね、アニメで登場してきたラミーラビリンスっていうね可愛いアイドルユニットがいたじゃないですか。まあね、アムちゃんは渋あいみ、そしてルーナちゃんは工藤遥香さんなんですけども、そのねラミラミの2人が使ってるクランのグランブルーと、ペイルムーンの、サプライズセットが出ます。開けよう。商品内容は PR カード4枚、うー、キラついてるぜ、うー、おお、ほらほら、もうピントが合わないくらいキラついてる。そしてスリーブじゃん70枚で、アクリルチャーム付きでキーホルダー、アクリルチャーム、このアクリルチャームは、クランアイコンになっております。うん、かわいい。いやね、本当にねハリーもねナイトローゼも耳麗しくてですね、ちなみにこの PR カードはトリプルレア仕様となっておりますよ。こちらキラキラとね、こちらはグレード4のそれぞれハリーとナイトローゼになっております。うん、いいですね、すぐ入れられますよデッキにね。うん、そしてそして、はいはい、あ、このPR カードとスリーブと、あとこのデッキホルダーとあとストレージボックスがあるんですって。でそれがセットでなんとお値段税込み3000円ということで、ぜひゲットしてほしいなって思います。個人的にここのデザインが好き、おしゃれ。もう紹介し終わっちゃったな、時間配分ミスったな。大阪の思い出話でもしますか。大阪はね、まあ私出身が兵庫なんでお隣なんですけれども、まあね、まあ、今年もBGF とかね、あとポピパのリリーベとかね、なんだかんだこう大阪に行く機会はありまして、まあ年に1回は絶対大阪行ってるかなみたいな感じでね、すごい馴染みのある町なんですけれども、私ね、だいたい大阪に行くときはイベントで行くでしょ、お仕事ね行くから、まあだいたいね前日入り前乗りみたいなしてホテルに泊まってみんなでご飯みたいな行くねんけど、私ねイベントの前の夜ご飯は少量って決めてて、うん、だからこうみんなが行くようなお好み焼きとか串カツとかそういうのは行けんくて悲しいなって毎回思ってるんですよ。だから次はそういうの抜きでもうね行きたい、プライベートで行ってどんちゃん騒ぎしたいなって思います。大阪行くの楽しみだな。次行くの10周年祭りじゃんめっちゃ仕事やった
まあ10周年祭りもめっちゃ楽しみです。私はガルパーティーでポピラジ公開生放送などにも出演させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はここまでです。動画は毎日誰かが更新しておりますよ。絶対毎日チェックしてください。ということで、あいみでした。バイバーイ。